今日3安打猛打賞の今岡、フォークワンバウンド、打てへんやん。打てへんねん、それは。あ、来た。あれ、ホームラン来た。ホームランは今村やん。あ、あかん。今岡、こういう節あるから。うん。ほんと、一気に利用いわ。まあ、行くやろ、あの感じやったし。試合放棄。いや、違う。お、押した、渋い。あ、やばい、やばい。これは渋い、これは渋い、これは渋い。今岡、公認、タイガース、さらに1点追加。へぇー。投げました。打った、痛烈な当たり、ライナーセンターへ。あ、来た。もう、おっし。まずいなぁ。みんな猛打賞やん。おっしゃ、あ、あかんか。高橋うまいよ。高橋だけうまいよ。あ、でも寒いやん。タッチアップ。ここで迎えるバッターはここまで2安打の檜山。何何、檜山狙ってんの。いや、狙ってない。あー、やったな。最悪や。ボンフライやばい。あ、おい、落とした。あの守備遅な、次。誰やねん、あとの守備遅な。あいつっていうか、全員やで、あれ。あれ、全員遅なってやった。あ、そうだ。まずかったで。あ、やばい、入るやん。入るな。投げました。打った。センターへ大きいぞ。入った。入った。入った。入らんか。めっちゃ打つくね。いや、いやめっちゃ打つくないって。打つゲームやし。いや、俺打たれへんねんで、そんなに。いや、打てる打てる。打った？うん。ほら。いや、ほらって。強振やる。強振しとけもう。なんで？強振してた方があれやで、当たった時に。まあそうやけど、当てられてる。なんで当たらんの俺。分からん。そいつピッチャーやけどいいな。いや、分からん。もう言ったからええんちゃう。打てたし。打てたし。アワ様やんな。通称。そうそうだ。うん、アワハラって言われる。アワハラ。なんでかって言ったら、奥さんソープ場やから。ああ、そうだ。アワハラって。アワ様って言われる。そうそうだ。俺好きやで、顔は。うん。あ、やばいやばい。あ、月末。あ、月よ、月。どんそくやん、あいつ。終わったよ。終わった。アワハラ。アワハラ。おっしゃ、藤本ホームラン、藤本ホームラン、あ、おっしゃ、ホームランや、奇跡やで、これ藤本なんかホームラン打ちちゃうで、そうだ、阪神やのに、阪神やのにとかやめとけ、22対1、うん、行くで、おい、おい、行け、あかんこれは、オッケー、これは切ったよ、うん、これはピッチャーやな、しかも、いいべつ。俺も結構損じてるでね。そう。てか飲んでやってるし。あかん。次は4球目。スローボール外れてボー。さあ5球目。あ、おっしゃけだ。スローボール真っ球やね。ああ。赤星のサイクルヒットの奇跡や。ホームラン無理やわ、赤星。赤星、結構強いヒットすな。やばいな。え、これ3塁ぐらい行くんちゃう？行くよ。赤星早い。赤星の速さ、マジでこれバグってるぐらい速い。兄貴やな。あっ！ゴムみたいな。あー、やっとだ。でも、1点入れられた。え、まあ今までに比べたら。くそ。いや、こっちやってくそって気持ちよ、お前。なんで？当たるやろ、これ。ちょっとエガー疲れてきてるから俺ピッチャー変えるわ。えぇ、ー、エガーよりこっちの方がええ。ウィリアムス使おうか俺。いや、ちょっとシマエナギ使おうか。シマエナギ、よし。下手ってるけどね、わからんけど。あ、まあ別に関係ないから。関係ない、うん、まあ、そうか、関係ない。いや、お前レベルやっちゃう。じゃあ俺、やっぱ、あ、ムーアにするわ、ほんなら。ほう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 。うん、はい。ほうほう。こうね、はい、じゃあ行きましょう。はい。どんで？当たらへんの。ああ、これはきつい。当たってるやん。当てれたけど。うん。え、でもやってるむずない？なんか一回当たっても点入れ。
これ。いや、それは、そんな殺しやねん。一回も当てるんかむずいね。お前、数学の先生ちゃうから。一回当てるんかむずいね。やっぱちょっと無はまずいかもな。結構当てられてるな、なんか。あ、うまいしか。スコア見て。今日、下手尻を教師。ちょっとそんなよ。絶対当てたから。おっ、来た、やばい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 、そんなに来た、はい、おっ、来た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 、角度えぐな、こんな人だ、おっ、来た、来た、来た、おっ、すげえ、あったやくや、このゲームおもろいな、すげえ、いやー、おっ、すげえ、慣れすぎたな、やばいな、ちょっと逆襲始まるかもしれない、おいおいおい、どうした、お前、いや、ちょっとコツをね、コツでも上がってきてるくさい。かも、わからん、どうやら。いや、あれ、あれとは三塁ない。あんま分かってる気にせへん。あんま分かってる気にせへん。ダメね、俺、ダウンする。してない。2分ぐらいで止まって。俺、絶対無理やと思った。あべなんか超ダウンするよ。だから、あれ、勝手に走るの止めることできへん。できへん。これ、あ、普通のやつはできるけど、これ、あの、ルーキーモードやから。はぁ。うん。ムーはにとりあえず、この回だけ投げきっても。あ、ありがとう。謎行動で。早いよ。早いけど、そないやで。野球選手の中で。あ、これまず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 。あ、いいんちゃう。おっしゃ、OK。続いよく。ありがとう。ジャンジ。最悪や、3点取られた。3点も取るんだよ。俺もっと返すわ。あ、しまった。失敗やったの。たまたま案外ホームランで木山は俺あんまり好きじゃないから期待してない投げた引っ張ったおっああ切れてもた投げた直球打ったおっしゃこれも抜けたレフト前に転がっていった抜けるよ抜けるよ抜けるよああ追い込みましたもうええか一緒か投げましたスローボール打ったおらお前高橋バックすんだボケあやばいやばいこれが2点ぐらい入るせやな入るよあるやつやからな言うてあるやつか、うん、あお前スローボールしか投げたのがさっきからなんかどうやって変えるんやったっけいや、下押したらフォー、あの、フォークなるから下押したらフォーク、なんか先に下押してないけどうん、ほんまだからフォーク、スローボールやと思うだから故障じゃん、俺、ここ故障してないよ言い上がりはやめろ言い上がりはよせよえ、だって、フォーク、下押してないうんだから何これ、イージーモードって今度は貸してみんやちょっとフォーク一発投げたらおおバッターはピッチャームーア外しとこあれいけてるいけてるよフォークの曲がりが鈍いんです下押してうんこうやろそうやなあいけてるいけてるあれどうですかフォークだった知らんノーアウトランナー3塁打ちましたこれもセンターへあら取られたおっしゃタッチアップせあやばいやばいやばいタッチアップいいボールだオッケーええボールやったなあ川原なんでそんなロングリリースさせてるのお前どういうこと川原投げさせすぎじゃんあそうだってスタミナ F とかやろまあいいこいつほんでポーカーフェイスやから疲れた顔とかせえへんあ疲れてるから明らかにあなんで分かるんすかえ球威をしてるから球威球威うんだから球とか遅なってるあそうフォークのあれも下がりも鈍なってるやんああそういうことってだからじゃあタイム誰にしようかなじゃあ岡島ちゃん岡島岡島カーブめっちゃ分かるあとそれ高橋久典は一応先発タイプこいつにするわうんそいつスライダーとカットボール投げれなかったよ前か前は
出ればサイクルヒット達成となります。カットボール黙れカットボールだ。ああ、もうオッケー、来たよ。こいつやるよ。こいつも甘いピッチャー。うん、でもホームランやけど。え、そう。そうっすよ。ほんまに。ホームラン。うまい。え？浜中やから。浜中って誰やったっけ？阪神で大砲になることを期待された男やね。はぁー。もうおらへんけど。最後ヤクルト行ったんちゃう？ヒヤマや。もうヒヤマ嫌いやねん。なんか代打でみんなわーってなるけど、何が意味わかんない。みんなヒヤマ好きすぎるやん。ほらな、俺なんか、ヒヤの雑魚か。8点 !8 点。8点。まぁ、あ、ちょっとさっき 3点入れないから。そうやな。ちょっと腹出したから。30点ぐらいこの回で。お前舐めてるやろ、マジで。むずいなぁ。むずいむずい。あ、やべ、やべ。これが怖いねんな、嫉妬がな。これはゴロやゴロや、うん、ボール低めに集めるのがコツやね。低めに投げとったらゴロなりやすいんだからね。あ、そうか、うん、もっと早い教えろやって感じ。なんでだ。いやだって低めに集めとってそのまま水平に打ったら低くなるやん。ほなゴロなりやすい。あ、そうかそうか、うん、そうかそうか、そうよ。押しのぶかー。でもこのヌーアにちょっと投げてきてほしいな。俺高橋嬉しい。え、ギリ入る、ギリ入る。おし、あ、くそ、オッケー。あー、もう最悪や。あ、これ入ったわ。笑かしギリ。ありがとう。まあ、俺巨人の優しさを感じる。今振りそうなんだよ。え、お前何がしたいねん。第3球を投げました。よく入れへんよ、マジで。え、やばいな、これ。アホやん。フォアボール。投げました。このままいったの。さあ、5球目。おっしゃ、俺ら、お前、大花火や。おぉアリアス様が打ったわ。アリアス、おぉ。お前、さすが俺のジョージやわ。俺のってちゃうよ。ちゃうけど絶対ちゃう。絶対ちゃう。なんか足かゆく。いや、そんなことかゆくはない。矢野村、矢野村、矢野村ある。あ、ごめん。そう、2回連続はない。あるやん、バックスクリーン3連発とか現実でもあるやん。ある、ないやん。いや、あるって、ほんまある。ここはバースかけ方からだから順番に打ったっていうのが伝説。伝説やろ。あ、もうピヨってるやん。うん、頑張れ、はい、いけ、お前。いきなりお前、ブラックだったやん。カフェやよ。おぉ !3 塁ぐらい、あ、無理か。3塁ですよ。3塁。あいつ足早いけどな。あ、俺ちょっとムーは代打だっすよ。もうムーは無理、次帰るから。へぇー。じゃあ代打の神様、ヤギ行くわ、俺。そう。じゃあヤギで。あ、打ちよく。この代打の神様やから、当然やわ。マジでそうだ。うん、そうやって。33対4や。伝説の。わぁ、打ちにくなってる。あ、ファール。カットボール好きすぎるやろ、お前。変化球はあれや、体力の消耗も早い。あ、そうだ。ミッシュうま。ミッシュうますぎるやん。赤星のホームランとか無理やろ。はや。うわー、そのゴールか。金本、金本、あと金本。いや、だからさっきから俺、兄貴言うてる。なお前。ああ。34対4。ピヨってるなぁ。ああ、こっちもだ。取れ、どんどん、あれしね、あれしね。
よし。これも野球のスコアちゃうやん。ポート良かったっけな。俺最後ウィリアムスで死ねたい。あ、もう9回。いや、次8回。ほら。あ、そうか。仮中にしとくわもん。なんとか。はい。こう、こう、こう。はい、OK。清原や。薬物食え。薬物や。シャブやってる清原。あ、やだ。まず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 。え、入る？あー。ちょっと、お薬、お薬が足りなかったんで。桁尻、ほんま怖いわ。さっきホームラン言ったやつや。そう。あ、来たんちゃう。来たんちゃう。じゃあもう、こすっただけでホームランやめろや、もう。あ、ギリギリや。アベも言うてめっちゃホームラン出るからな。そうだ。やばいぜ。アベちゃん。うん。アベ今、ヘッドコーチ。あ、ヘッドコーチの時か。とはいえ、一塁。やべ、足をめっちゃ上手い。ああ、そうなの、ね、超鈍足や。体型見たらわかるけど、デブやから。これ来たんちゃう？おもとき。お疲れ。ちょっとコスト取ったの。あ、二塁。あ、おお二塁かなこれは。これは取られるわ。今度あんま檜山ないわ。檜山やしな。ありやった、セキスバグってるやん。あ、ごめん、多分ホームランやこれ。ほんま。おぉ。ありやつやから。どうする。一応ね、まあ、こんな感じなんですけど。何がええなんか俺聞きたいんやけど。おかしないこれ30個対4。せやな、普通に言われたらちょっとありえへんな。何試合か分のスコアでもだいぶやばい。あ、でもなんか、ちょっとこすったろ。あ、それ低めに集めてんのお前。あ、ほんならフライになってるやん、ちゃんと。ほら、フライとゴロなんて安い。あ、そうだよ。1点しか入らなかった。おぉ。キューチャー裏で逆転しようか。いや、俺ウィリアムズ出すから。オッケー、スライダーフォークな。オッケー。ウィリアムズスライダーガチでヤバかったやん。まあ、画面から消えとったもんな。曲がりすぎて。そうだった。ほんまやで。球速いしな、もん。そう。打たれへん。お前これ、ピッチャーやからどうする？代打出す？じゃあ、代打にしよう。うん、じゃあ、スタートして。代打。誰にしようかな。江藤やろ、これ完全に。あ、そうパワー B やん。おお、うん、じゃあ、こいつで。こいつ、広島が呼ばないの、もともと。おお。それでは、代打のチームやね、巨人ですよ。えぐいよな、ほんまに。ほんま笑えんわ。あ、来た。いや、死んだよ。江藤、お疲れ。清水か。清水、ええバッターなよな。あ、そうだ。うん、いや、リアルでも。絶対打たれたくないところ、清水打たれた記憶あるわ。ほんま、なんか。いいバッター。あ、お疲れした。はい。このゲーム重たくない？それな、カタリクソが出てたもん。カタリクソが勝った。あいつ26対2で俺今勝った。はい。いや、まあまあ、まだ続きある。じゃあ、もうやらんけど、試合も。うん。一応ですね、まあ、こんな感じで出るんですが、おーおーホームランが矢野アリアス、藤本、浜中からの、まあ、ペタジーで打たれた、これ、腹立ってことで。まあこんな感じでやって、で、成績を見たいチームが、これ、阪神やな。阪神。新聞でサイクルランナー、藤本。毎回の35得点。毎回35得点、毎回点数取ってて、35点取ったと。ああ、そう。ヒット44本やねんけど。何これ見てよ、お前。やばない。これはひどいでお前。鳩焼き、そら、あいつ22点で抑えた。26やったの。26点入れたと思った。えぐ。罰ゲームみたいな。えぐいな。で、まあこれ、井川がちゃんと勝ち投手になって、おうん、終わってる。で、まあこんな感じで、まあ、新聞見れんねんけど、まあ、当然やけど、こうジャイアンツガンを見れる。ジャイアンツガンを見れる。見れるね。うん。延長7失点駆動。何が赤かったんや。いや、多分慣れてないだけだと思う。あ、空振りが多いような気がするな。はあはあ。わからんけど。で、お前14安打してるわけやから。
ほう。まあ、適切な得点やと思うで。そうだよ。もっと取れててもでもおかしくない。7点ぐらいは取れてるはず。言うて7点。そんなもんじゃん。35点も取られへん。35点取ろうと思った。最低の35本ヒットだからな。あ、それもやろな。絶対全部ホームランで35安打で35点やから。まあこんなとこですかね。へぇー。どう感想面白かった。このゲーム思ったね。面白いな。いや、だから俺もなんかちっちゃい頃が、今まで多分これ4回目ぐらいね、人生で。ああ、そうだね。でもなんか多分、3回ともこんな感じで終わった気がする。でも全然、でも上手いやつだったら、俺も99対0とかどうだろう。ボコボコされるから。へぇー、はい、そうだよ。っていうところでね、まあまあ終わりにしとこうかなと思。思んないという。思んなくはない。はい、じゃあお疲れ様でした。はい。